はい、タンタンです。しましたよ。コリングスのね D2H ですね、トップシとかのサイドバック、ローズウッドですね。でネックはマホガニですね。で、ペグは、ウェーバリー。これもね、今人気もあってなかなか、金額は結構高い金額がついてますけど、やはりねそれなりの品質が あるんですね。やはり正確なピッチもそうですし、聞いててすごくシルキーな感じの音もありつつ、結構こう攻撃的な音も作りやすいということで、新品のギターでなかなかここまで鳴ってるギターもないかなと思うんですけど、音の出し方がとっても聞いてて気持ちいいギター、そしてお腹と、ボディ、足の方にも振動がしっかり来てるので、まあ弾いてて楽しくなるようなギターですよね。音の減衰もほとんどないし、そういった部分でもとっても使いやすいギターだと思います。顔も古典的なヘリングボーンが、あってとってもいいですね。はい、こんな感じで軽い個体なんでどんどん鳴ってくるんじゃないでしょうかということでね、当店の個体の今の、通常セッティング、何もいじってません。それの原稿で 2.7 から 2.8 ぐらいですね。12弦、12フレット6弦でね、1弦側で 1.9 とか 1.8 ぐらいですね。マーチンと比較的近い弦高なんですけど、弾きやすさはなんとなくコリングスの方が手のタッチがテンションが柔らかい感じするけど、音はトーンって出る感じがします。そこの違いがあるかなっていう感じですね、はい、これはまあ私の見解なんで、本当か嘘かは私の感覚だけなので、実際みんな弾いていただいた方がいいと思いますけど、そうですね、私はそんな感じに思いますので、まあ使いようとジャンルによって、様々に変えられればいいんじゃないのかななんて思いますね。はい、そんなわけで、入会いたしました、コリングス D2H 今年のモデルになりますので、ぜひ、ご購入いただければと思います。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。バイバイ。